双子散歩です。今回は少し早めに起きて朝のお散歩です。モーニングからのスタートです。前から気になっていたカフェです。東急百貨店の裏の高級マンションの1階です。星野コーヒー店の系列らしいですが、クラシックな雰囲気が落ち着きます。小庭コーヒーさんの名前なんですが、小庭スペースにあるためにこの店名になったということを聞きました。落ち着いて座席にゆとりもありまして、お子様連れのスペースも反対側にありました。私、姉のチャイはサラダとパンケーキのセットにしてみました。パンケーキはメニューの写真より小さいかなって思ったんですけど、ふわふわでとても美味しいです。私の胃袋にはちょうど良かったです。サラダもついてますしね。妹のシナモンはフレンチトーストです。こちらはサラダは小さめですが、ゆで卵がついてましたね。朝のゆったりとまったりした時間に贅沢気分のモーニングをいただきました。ごちそうさまでした。そして東急百貨店を訪れました。1階の正面入り口にはなんとジャイアント馬場さん、等身大の大きな馬場さんがお迎えしてくれました。3階の催事場ではジャイアント馬場展が行われているようです。面白そうなので早速行ってみたいと思います。こちらにも等身大のジャイアント馬場さんがいらっしゃいました。東急百貨店にはよく来ますが、朝から男性がとっても多いことに気がつきました。一気に昭和の世界へ飛び込んだようです。子供の頃、父がよくテレビでプロレスを見ていたのを思い出します。そう思うとなんだか泣けてきました。ジャイアント馬場さんは子供たちにも大人気でしたよね。馬場のモノマネもみんなしてた。流行ってた記憶があります。Thank you.
プロレスファンはもちろんですが、この昭和の大スタージャイアント馬場さんの世界観は私たち昭和世代には懐かしさでいっぱいです。馬場さんの愛用品などを見て思ったんですけど、すべてが大きいですね。そして妹のシナモンがジャイアント馬場さんになぜか詳しかったんですけど、巨人の選手だったっていうこともこの時教えてもらいました。等身大の人形と私たちの大きさを比べてみました。実際に妹のシナモンは会ったことがあるそうです。サイン会に参加したそうですね。色紙もバンバン投げてるので不愛想な感じでしたが、これがプロレスラーなんだって思ったそうです。ちょっと怖かったって言ってましたね。高額な福袋にも驚きましたが、その他にも高額な特典がたくさんありました。でもプロレスファンにはお安いんじゃないでしょうか。4000円以上購入しますと三冠ベルトのレプリカとともに記念に撮影ができるようでした。何か買っちゃおうかなと真剣に悩んでしまいました。でも女性で撮影してる人いたのかな。かなり重そうでした。馬場さん、ありがとう。とてもいい時代だったなと改めて思いました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。